食べられない、もう食べられないブー。ふたさんどうしたの？サオリン、ちーちゃん、飴をたくさん買いすぎてもう食べられないんだブー。残すのはもったいないし、何かいい方法はないかブー。それならこの紙コップとクリアカップでガチャマシンを作って、みんなで楽しく残った飴を食べよう。さすがサオリンダムミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サオリンです。ちーちゃんです。ということで今日はこの紙コップとクリアカップを使って飴ガチャマシンを作っていきたいと思います。それじゃあ早速作って。ミル用意するものはこちらです。サーリーは果物飴のガチャマシン、ちーちゃんはパイン飴のガチャマシンを作るよ。まずこの線に沿って紙コップを切っていきます。はーい、少し大きい。そうだね、すごい今ズボンって入ってた。怖い。さあ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 。くっついて、あれ？どこ行った？気をつけてゆっくり。穴開いたとこに、そうだね、ハサミ入れて。ハサク。うん、ハサクを見つけてください。ハサク、名前をつけてあげましょう。ここから飴が出てくるの？オッケー、切れたよー。見える、ここからも見える。切った紙コップに色を塗っていきます。サオリンはフルーツの中では何が一番好きなの？イチゴ。イチゴ？イチゴの次かな。メロン。メロン、うん。今までにどんなガチャマシンを作ったことがあるんですか？海のガチャマシンとか作ったよね。おー、すごいブー。あ、そうだったブー。僕もいたブね、その時。忘れてたブー。乾かします。乾かしている間にクリアカップの底の部分を切っていきます。そこどこ？そこどこ？次にスロープの部分を作ります。はーい。紙コップが切れたらその上からラップを貼ります。はーい。ハンドルと受け皿を作るよ。まず画用紙を線の通りに切ってください。はーい。チキンと、チキンと、ハンドルに使う画用紙を丸めます。じゃあ丸めて、端っこがギリギリくっつくところまで。雨が落ちてこないようにハンドルの両脇にティッシュを詰めます。詰めます。シュッ。いけ。
投げてテープで止めます。受け皿できた。二人とも絵の具が乾いたブー。あ、豚さんありがとう。どういたしましてブー。じゃあこの乾いた紙コップにハンドル、スロープ、受け皿をつけよう。はい。
詰まってる詰まってるブーあ、出てきた出てきた出てきたブーいただきまーす。うん、パインの味がします。回すブー回します。うん、何が出てくるかな。3種類のなんか色があるみたいだね。お、2つ、はい、はい、ありがとう。パインが食べ終わったら食べます。豚さんも回してみて。はい、回すブー。くるくる、出た。あ、出てきたブー。ちょっと疲れてるけど出てきたブー。やったブー。はい、食べるブー。この飴ガチャマシン、いろんなデザインでとっても可愛いブー。これがあれば楽しく飴が食べられるブー。二人ともありがとうブー。どういたしまして。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。